皆さん、こんにちは。元セクシーゾーンの中島健人さんと、シンガーソングライター北に達也さんが、テレビアニメ、推しの子、第2期のオープニング主題歌を担当すると発表しました。2人は今回、ユニットを結成したといいます。今回のユニット発表に、セクゾファンから様々な声が上がっているようで、中島健人さんの発表に対し、ファンからは、ソロになって一発目が推しの子主題歌ってすごすぎ、嬉しくて涙止まんないと喜びの声が上がった一方、グループ脱退から3ヶ月でユニットを組んだことについて一部からは、だからセクゾを辞めたのかな、10年以上苦楽を共にした仲間を捨てて最初に聞く歌声が別の誰かとだなんて辛い、まさかセクゾ時代新ユニットをきっかけに自分はもっと売れるとか考えてたわけじゃないよね、などと動揺や憶測の声が飛び交っているんです。現在のところユニットの話がどのタイミングで中島健人さんに来たのかは明かされていません。しかし中島健人さんは昨年から自身のインスタグラムなどで推しの子の定番ポーズを披露しており、脱退前の時点で主題歌が決まっていたのではないかと一部セクゾファンに疑われているようです。中島健人さんといえば、今年一人のアイドルとして一人の役者として自分が目指すべき場所に向かい、一生に一度しかないこの時間、一瞬一瞬に全てをかけ、国内外問わず様々な挑戦をしていきたいとコメントし、3月末をもってセクシーゾーンを脱退しました。中島健人さんは映画やドラマ、広告などのソロ仕事が次々と舞い込んでいる状況ですが、熱愛報道の影響もあってファンの視線は厳しく、グループ脱退後の失速が懸念されているようです。先日中島はフランス映画ラブセカンドサイト、始まりは初恋の終わりからのリメイクとなる三木孝浩監督の新作映画で主演を務めることが決定しました。中島健人さんは、誰もが大共感できる最高の恋愛映画に出会えたと豪語しており、映画初出演となる歌手のミレイさんがヒロインを務めることでも話題を呼んでいる。さらに中島は放送中のフジテレビ系ドラマリビングの松永さんで主演を務めており、昨週公開の主演映画お前の罪を自白しろでの演技も好評だったほか、前編英語の Hulu オリジナルドラマコンコルディア課題の世界同時配信&放送も控えるなど、俳優業が好調です。ジャニーズ性加害問題の影響で広告系の仕事は一時途絶えたが、1月にブルガリイルチョコラートサンバレンティーノ2024のアンバサダーに就任し、新作チョコの PR などに起用されています。頼もしいようにも思えますが、意外にもファンの反応は複雑なようで、中島健人さんが気づいてきた完璧アイドルのケンティーというイメージが崩れるような出来事が続発したためです。中島はグループ脱退発表の際に、個人でやりたいことがある中でグループの活動に時間的に支障がある場合、もしかしたらメンバーに迷惑をかけちゃうかもしれないと理由を告白したが、トリオによってはグループがソロ活動の足かせになるという意味に感じられなくもないため、一部ファンの反発を招きました。これだけなら応援するファンも大勢いたのだが、それから間もなくして元 e-girls の鷲尾玲奈さんとの熱愛疑惑が報じられ、互いに匂わせをしていた疑いも浮上。中島健人さんは、鷲尾さんは尊敬するアーティストさんであり友人の一人ですと熱愛を否定したが、トーク番組で男女間の友情なんて成立しないと発言したばかりだったため、自ら墓穴を掘るような格好になった。そうした経緯があったため、中島が脱退前にソロ仕事を増やすと自分のことしか考えてないのではなどとうがった見方をされがちになり、ファンの視線が厳しくなっているのだ。中島健人さんはソロ転向後の方向性について、今までの既成概念にとらわれないような新しいアイドルの形を作っていきたいと語っていますが、これについても SNS 上では、新しい形って彼女持ちのアイドルってこと、今まで支えてくれたファンが新しい形のアイドルを求めているとは限らないのに、などと疑問の声が多く寄せられている。
これまでの好感度キャラからは考えられないような状況だ。また、中島健人さんは、僕には、日本をハリウッド化する、という野望がある、などと大仰な発言をすることがよくあるが、今までは、完璧アイドルのケンティというキャラクターとして、ファンに受け入れられ、メンバーと一緒にいるときはツッコミが入るので、ネタに消化できていた。しかし、グループ脱退後は、単なるビッグマウスになりかねず、これも好感度が下がる要因になり得ます。今まで応援してくれたファンがいるからこそ、現在の地位があるのは間違いなく、その支持を失えばソロ転向後の活動に大きな不安が生じそうだが、中島健人さんはどのようなビジョンを思い描いているのでしょうか。中島健人さんが脱退したセクシーゾーンは、4月以降、グループはタイムレスに改名され、菊池風磨、佐藤勝利、松島聡の3人体制となりました。改名は海外での活動がしづらかったことが理由です。メンバーの菊池風磨が中島のグループ離脱を、卒業ではなく脱退と表現し、2人の間に確執があるのではと噂になっていましたので、真相を調査しました。中島健人さんの脱退理由は、菊池風磨さんとの不仲が原因ではありません。この2人はジュニア時代から、新芽と言われる相方のような存在で、ふまけんの愛称もあります。シンメトリーの略で、立ち位置が左右対称になる二人組を指し、シンメとしてファンがついたり二人のやりとりが話題になったりします。一番仲の良い二人でもあり、ライバル関係でもあります。菊池さんが、脱退という言葉を使ったのは、応援しながらもどこか悔しい気持ちもあった。そんな寂しさの表れだったのではないでしょうか。ですが、過去には中島さんと菊池さんが喋らない不仲の時期があったことを菊池さんが告白していました。二人が20歳前後の頃、お互いの思ってることを言えずに溜まってしまうという新芽だからこその不仲時期があったそうです。それを解決してくれたのが先輩の山下智久さんだったそうで、二人の関係に気づき助言をしてくれたそうです。二人はきちんと話し合い、今では仲の良い関係に戻っているそうですよ。菊池風磨さんと中島健人さんの双方のファンによるバトルに発展し、菊池がラジオ番組で他のメンバーのことを悪く言わないでほしい、言わないでやってくれっていうのが僕からのお願いと暗に諌める事態になりました。さて、そんな中島健人さんですが、一体どれくらいの年収を得ているのでしょうか。公開されている情報によると、中島健人さんの年収はなんと数千万円と言われています。これは彼が俳優業だけでなく歌手としても活動していることから、その収入が加算されていると考えられます。では中島健人さんがこれほどの年収を得ることができる秘密とは何なのでしょうか。それは彼の多彩な才能と努力に他なりません。彼は俳優業だけでなく歌手としても活動しており、そのどちらもが高い評価を受けています。また、彼の努力家な性格も、彼の高収入を支える大きな要因となっています。いかがだったでしょうか。今回は中島健人さんが、推しの子、第二期のオープニング主題歌を担当することと、ソロでの活動や菊池風磨さんとの不仲説など、話してきました。ソロとしての活動も、今後注目ですね。最後までご視聴していただき、ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。